早い。え？はい。うわー。卵竹といって、卵みたいな高級なキノコです。2週間は早いでしょう。うん、これももうちょっと8月中ぐらい。うん、今年は早いです。ただ遠くから見た感じでブナの森の景色は変わりませんけれど、2週間ぐらい今年はブナの芽吹き早かったんですけど、これは今まで50年ちょっと山で暮らしててもこのようなサイクルになったのは8年ぐらい前からなんです。うん、こういう殻の中にブナの種が2個入ってるんです。クマはこういう種が木の上に実ってるので、9月の中頃からブナの実が食べれるようになると、これを食べるために木に登るわけです。人間食べれるんですかそれ？いや、人間も食べれますけど、これは虫に食べられてます。最近というかこう8年ぐらい前からこの虫が大発生してます。でそれでブナの種が秋になって熟してから落ちる前に全部これを虫に落とされて、ブナの豊作がないんですよ、ずっと。昔はこういうことがなかった。たまにこういう虫が大発生しても、3年から5年に一度はブナの実が大豊作になったんですけど、8年ぐらい前からこの虫にやられて、白神全体でこの虫が大発生するようになったんです。これは大きな変化の一つです。白神山地は世界遺産にはごく一部がなりましたけど、もともとは日本全国どこにでもあったこういう普通の林だったんです。だけどもどこにもなくなってしまって、日本だけじゃなくて世界中でこういう林が残されているっていうのは、これ非常に残念なことなんだそうです。特に世界遺産区域に指定しなくても昔はどこにでもあった山だったそうです。ごく普通の山ですね。今そういうのがなくなって、さらに温暖化が進んで、さらにこの白神のブナ林がなくなるということは、人間とかまたは地球最後の時になるじゃないですかね。うん、白神のブナ林は8000年前には今と同じような生態がもうすでに完成されていたというのが科学的に証明されています。たった21世紀に入って100年かそこらでこのブナの森を、絶滅させるわけにはいかないでしょう。ずっと縄文時代から引き継いできたこの貴重な宝物を我々も次の世代に譲っていく責任があるはずですよ。そう簡単にこのブナ林がなくならないようにみんなでね、